平野紫仕様が家族との絆を示す。名古屋で弟のアパレルブランドを応援、ショータイム、公式ブログでの投稿に注目。7月26日の夕方、元キングプリンスへの平野仕様26がインスタグラムのストーリー機能を更新しました。ファンから寄せられた質問に答える、質問箱で交流を行ったのです。 平野紫仕様は今年7月8日に初めて質問箱機能を利用し大好評となりました。今回も多くのフォロワーからの質問に楽しく答えていました。もうインスタグラマーだ、ね。との問いに質問箱のプロ箱プロですわと宣言するなど相変わらずノリノリでの交流を楽しんでいたとのことです。 その中で、おふざけ回答だけでなく真摯な相談系の質問への返答から、平野さんの家族愛の強さが再確認されたと、女性誌の編集者は話しています。平野仕様はリップスピアスを開けたいと考えているかどうかという質問に対して、次のように答えました。自分でやって後悔がなければいいんじゃない親も悲しければ。 米印原文ママ、俺は全然ピアス開いて、用がタトゥー入って、用が全然気にしない。だってその子がやりたい人生なら口出しする必要がないもん。この回答からわかる通り、平野の行動原理は自分が後悔しないこと、そして親が悲しまないことを大切にしていると言えるでしょう。平野仕様は故郷の愛知県に住む母親や幼い妹、 そして平野陸、陸、名義で歌手活動もしているアパレル会社社長の平野陸24との家族を非常に強く思っていることで知られています。過去にも平野市用が金プリを脱退してジャニーズ事務所からも退除し、わずか45日で活動を再開した理由について報道されたことがあります。 女性自身、公文社は母親の存在があったのだろうと、当時平野がジャニーズに入り本格的に東京に引っ越そうとした時期に母親が大病を患い名古屋で入院することになったというエピソードもありました。その時、平野は本当は母親のそばにいたかったが、仕事のために付き添うことができなかったとのことです。さらに、幼少期に平野が膝を痛めた際に、 家計が苦しい中でも手術費用を捻出してくれた運も影響しているかもしれません。毎予定、集英社のインタビューでは、僕が何か人生で大きな決断をする時の判断材料の一つに、母親に喜んでほしいってことがある気がします、とも話していました。平野志耀がジャニーズ事務所を退所し、 滝沢秀明氏41の立ち上げた飛べに合流したのはジャニーズでは叶なわなかった海外進出の夢を叶えたいからと言われています。ただ、家族の存在も同じくらい影響していた可能性があると前での女性編集者は指摘しています。ジャニーズ所属のタレントは家族や知人の商品や会社を紹介プッシュすることが多ー視されているため、 これが制約となっていた可能性もあります。しかし、平野潮は平野陸がプロデュースしているアパレルブランド RKS リキー、リクスリキーの服を公式ブログ、ショータイムでさりげなく投稿していたことが2度あります。これにより、平野潮は弟のビジネスを応援しようとしていたのかもしれません。一方で、平野潮の所属していたジャニーズ事務所では、 これが許容されなかった可能性も考えられます。滝沢秀明氏も平野市用の家族との交渉のために名古屋を訪れたと報じられており、滝沢氏としても平野市用の家族を尊重し、理解している様子が伺えます。平野市用はどこまでも家族愛が強く、陸とライブをやる日も近いのかもしれません。家族の存在が 彼の人生において大きな決断や行動の基準となっているようです。